玉川修士教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本修士漢字部10月号よりですね、赤手本課題を書きながら説明いたします。今回の課題はこちらですね。誠意が夜静かなり、こちらを学んでいきます。今回の文字ですね、各巻それぞれですね、等しく見えるように書いていきます。この星のね、各巻、横各巻ですね。で、静かのこの横各巻、ここもそうですね。はい。間隔がですね、それぞれ等しく見えるように書いていきます。またですね、右上がり、横角の右上がりですね。横角の右上がり、方向に注意して、長さも注意して書いていきます。ここもそうですね、ここも。ね、こちらの静かもですね、辺は狭く書きますので、そういったところ、横画の方向と長さに注意して書いていきます。またですね、組み立て方にも注意していきましょう。星のこのね、上の部分と下の部分、正広がりになりますね。川は山水よりも作りの方がちょっと下がります。なので、頭にですね、余白ができるのと、山水のね、部分、下の部分は余白ができます。また静かもね、少しこの作りの方が下がります。なので頭がですね、作りの方がちょっと下がって、辺の下の部分にですね、余白が出るという、そんなですね、組み立て方になります。また左払い、ね、こちらですね、方向に注意して、出力を保って払っていきます。特にですね、夜のここの部分、静かのここの部分、左払いが2本ですね、重なる場合、そういった時はですね、1本目の方がちょっと横方向、2本目の方がちょっと縦方向、そんなね、書き方になりますので、気をつけてください。また、羽は一旦筆を止めて、跳ねるという書き方です。そして、川のね、この口の部分ですね、ここは、ね、中心線のところにありますので、位置にですね、注意して書いていきます。そのためにも、山水はですね、ちょっと狭めに書いていきましょう。そして、右払いは、一旦腕を止めて払っていきます。この時、このね、人面よりも少し上で止めるようにしてですね、払いましょう。はい。赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでから書くようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい。星、一画目、内側に寄せていきます。二画目、右上がり。止めて、そして斜めにもう一度押さえ直してから内側に寄せていきます。三画目、右上がり。各巻に注意して。そして五画目は一画目の下、収筆の下です。6画目、右上がりです。7画目、はい、各巻に注意して8画目、長さ方向を注意します。そして最後が右上がりで寄せていきます。はい、星ですね。次は川です。山水は狭くまとめていきます。1、2、3、そして1、2、3、そして三画目は払い上げていきます。はい、4画目。右上がりでちょっと不思議見えです。5画目、口はですね、中心線のところに書いていきますので、
この4画目の主筆の下、内側に寄せて、6画目、右上がり、ここも点接、斜めに押されて、内側に、そして、縦画の横に出る。8画目は、口との間隔に注意して、ぐっと内側に寄せてから、止めて、跳ねるという書き方ですね。はい、夜です。1、2、3、2画目右上がり、3画目、はい、ちょっと縦気味に払ってきます。4画目は次第に太くするような、そんな鉛筆ですね。5画目、払う方向に注意します。6画目、横で、はい、点接なのに押さえ直してから、はい、方向に注意して。そして7画目、跳ねます、はい。ここは次第に太くして、はい、1と6で止めて、そして右に払っていきます。はい、その時人面よりも下にねならないようにしてください。はい、そして静か、右上がり、2画目、三画目以降、間隔狭く、右上がり、方向注意します。はい、そして月です。ちょっと左下に向かっていくような鉛筆。斜めに押さえて、止めて、小さく跳ねます、はい、感覚を注意して先を生かしていきます。はい、9画目、始筆は2画目よりも少し下あたりから3画目に向かって払っていきます。そして斜めに押さえて立てるようにして、11画目は4画目の収筆のところの右上がり、斜めに押さえ点接、内側に、12画目、はい、ちょっと伏せるようにして、13画目、間隔に注意します。14画目、6画目よりも下で止めてから跳ねていきます。はい、このようにして書いていきます。